すごいほわほわです。さっきの珪藻土がちょっとヌメヌメしていい感じ。こんにちは、シエルです。今日は最近買ったお買い物購入品紹介です。家具を探しに IKEA とニトリに行ってきました。この海外ドラマの部屋のサイドテーブルを探してたので結局買わなかったんだけどさ、2000円とか3000円とかでさ結構可愛かったのよ。悩みに悩んだんだけど結局そのサイドテーブルは買わずに終わったんだけど、なんかもう全てが安くて、で私いつもこの海外ドラマのラックはネットでさオーダーしてるオーダー収納スタイルだったかな。1センチ単位で幅を選べたり高さ選べたり奥行きを選べたりするものを購入してるんだけど、でいつもそれがおすすめですって言ってるんだけど、 IKEA に似たような棚が売っててそれもかなり安くて、うちにあるのはさ1つ2万円弱ぐらいするんだけど7000円弱ぐらいで IKEA で売ってて、あんまりこう奥行きとかそんな選べない感じだったかな。なんかそこら辺はちょっとちゃんと見てこいよって感じなんだけど、見てなかったからわかんないんだけど、全てのものに安い安い安いと思いながらお買い物してきました。はい、ではじゃあまず IKEA で購入した購入品を紹介したいと思います。はい、こちらです。はい、こちらのカッティングボードです。こちらなんとお値段が99円、安い。そんな感じで IKEA でのお買い物は以上です。これだけって感じでしょ。最近まな板カッティングボードをね冷蔵庫とキッチンの間にスンと落としちゃった。3枚セットで数百円とか、カッティングボードとしても使えるしタッパーの蓋としても使えるみたいな、そういうセットとかもたくさんあったんだけど、私最近ねミニマリストになっちゃったのかな。家にこんだけ DVD ある人がミニマリストと名乗るなって感じなんだけど、本当に必要？いる？似たのあるよね、じゃあやめようみたいなのがすごくって、そう昔の私だったら結構バシバシさ安いし可愛いしとか、あちょっと欲しいと思ったら買っちゃってたんだけど、最近私の思考が変わりまして IKEA のお買い物こちらのカッティングボード99円というお値段で、はい、収まりましたね。お財布に優しい IKEA でのお買い物でした。 IKEA で思ったのがさ、お会計のレジのところにねお菓子コーナーみたいなのがあるので、そのお菓子コーナーコーナーが高いんだよ。お菓子がポテトチップスとかが300いくらとか、なんかチョコレートのお菓子とかも2、300円するものが多くて、なるほどねみたいな、レジ前でこうポンって購入させてやってるなと思ったのよ。 IKEA にはそういう罠がたくさんあります。はい、というわけでこちらは IKEA で99円で売ってます。でよかったら皆さんもお揃いにいかがでしょうか。はい、じゃあニトリで購入した商品こちらです。そんなに重くない。はい、こちらお手入れ簡単珪藻土バスマットです。こちら 35cm×45cm の大きさで、確かねお値段忘れちゃった、まあ、1500円ぐらいだったかな。すごい適当。これより一回り小さいと一回り大きいのがあったのかな。でお値段があんまり変わらなくて、で、まあ私は真ん中のこちらの 35cm、45cm のにしたんだけど、珪藻土、これ振り仮名貼ってあるけど私ずっと漢字が読めませんでした。はい、バスマット、はい、あのね私は思うよ、今ファって考えた時に人生で買ってよかったものベスト3にこれ入る。昔はさなんか水をよく吸収しそうなさホワホワのバスマットをよく使ってたのよ、吸収力抜群みたいなやつ。そう、この珪藻土にした時に衝撃を受けたよね。水吸ってくれる感じ、そしてすぐにサラッとする感じで、お洗濯もそんなにいらないでしょ。カラーはアイボリーです。はいね、ナチュラルなカラーが一番よ。ということで吸収速乾防カビ効果消臭効果お手入れ用サンドペーパー付き、そんなのあるんだ。人生で買ってよかったベスト3に入る後の2つが乾燥機付き洗濯機とあとエアポッツです。そしてこの珪藻土のマット、人生変わった感じするよ。ちなみにおすすめ海外ドラマベスト3は今だったらゲームオブスローンズ、ブレイキングバッド、デクスター、警察官は殺人鬼です。よかったらご覧ください。ヤスリみたいのがついてたけど、どうやってお手入れするのこれ。あ、吸収力が悪くなったら削れってことかな。はい、こちらです。ちょっと香りがするんだけど、こちらが珪藻土のマット、
石の重みですね。今うちにあるので気持ち大きいかな。なんか照明が綺麗に反射して、ニトリのこのケイソードのバスマットは使ったことがないからまだ何とも言えないんだけど、お風呂場のマットを布タイプの吸収力抜群みたいな感じで、で結構頻繁に洗濯してる方はよかったら一回このケイソードをマットに変えてみてください。うん、すごい楽になると思います。数年ぶりに新しいのに変えるかな。ちょっと触った感じ白っぽくなるから、最初はちょっと粉っぽい感じがあるかもしれません。はい、そして続きましてラストです。ホテルスタイルっていう、まあ、ニトリの中のブランドの枕です。はい、こちらスタンダードタイプの柔らかって書いてあって、枕の高さは中って書いてあります。洗濯 OK、 標準サイズの 40×60cm ということです。はい、こちらはね2000円ぐらいです。一人暮らしを始めてからずっと同じ枕使ってて、でそろそろ替え時だなと思ってて、でね、ニトリの枕めちゃくちゃいいよって聞いたのでニトリで購入しました。ニトリめちゃくちゃ枕の種類があって、そうどうしようかなと思ってたんだけど、結局このホテルスタイルっていうのがすごいなんか高級感あっていいなと思って袋から出してみる。あとカバーもあったんですよ。でそれが白とベージュのカラー2色展開で、ベッド周りをグレーにしたくて白かベージュかと思って結局買わなかったの。そもそも枕も合わないかもしれない、わかんない。こちらの枕が良かったら、もう一つ買うのと、あのカバーはどっかで買おうかなと思ってます。はーい、すごいふわふわです。さっきのケイソードがちょっとヌメヌメしてるけどいい感じ。カバーとかつけずに寝たいぐらいすごい柔らかくていい感じ。なんかさ、やっぱいいホテルのさ枕さいいんだよね。すごい語彙力。いいホテルの枕はいい。枕が、硬くて高いのはね、ダメなのよ。合わないの。そう。だから結構さ、ホテルとか宿泊するときに、バスタオルを枕代わりにすることが結構あるんだけど、そう。で、今回さ、このニトリのやつがさ、ホテルスタイルって書いてあったから、もうこれは私的にいいんじゃないかなと思ってて。はい、こちらにロゴみたいなのもおしゃれに入ってます。はい。ね、一応高さは中ということだったんだけど、ちょっと寝てくるね。よかった、ちょうどいい高さ、そして柔らかさでした。寝転がったからなんか髪の毛ぐちゃってなったんだけど、結んでるっていうのもあるんだけど、もう気持ちいい。ちょっと低くてもよかったかなって思ったんだけど、あのさ、どんどん枕潰れてくじゃん。だからなんか2、3日でいい感じの高さになりそう。ニトリの枕すごいいいと聞いていたので、ちょっと今回初めて買ったんですけど、試しにねちょっと使って睡眠が快適になればいいなと思います。というわけで今回は最近買った家具の購入品でした。一人暮らし始めた時さ、インテリアとか家具屋さんとかのさ展示されてるベッドってさ、枕とかクッションみたいなのとか多いよね。でさ、私もなんか一人暮らし始めた時に大きいクッション2個と枕を2個ポンポンって置いてたのよ。ザラホームで買ったかな。あのクッションみたいな邪魔にならない？ベッドメイキング綺麗にした時に置いとくのは可愛いんだけど、寝る時いらんくない？みたいになって、寝る時邪魔になるから捨てちゃったんだけど、でもやっぱさ、家具屋さん見るとさ、プロのさインテリアコーディネーターとかがさ、なんかデザインしたあのベッドメイキングっていうの、あれ見るとほとんどがさ枕とさクッションがあってさ可愛いんだよね。そう、それでさ、私もなんかさ、あ、このクッションも買いたいかもみたいになったんだけど、やっぱ最近はね、本当にそれ必要ですかみたいなのをちょっと自分に問うようになって、もう結局必要なものだけ買おうと思って、今回は3つ、しかもまな板100円っていう感じでした。インテリアとか家具とかさ見てるだけで楽しいからさ、そんな感じの私のお買い物事情でした。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。